はい、吉原です。11月27日日曜日、以前いくつかのサドルバックの動画をアップしましたが、今日はサイクリングでカメラを持っていく時のサドルバックについてのお話をしたいと思います。ロードバイクで出かける時、どこかを目的地として行くわけですが、ただ単に GoPro で車載動画を撮影するだけじゃなくって、目的地に着いたらその場所の風景ですね、山や川、花なんかも動画に残したくって、ミラーレス一眼カメラを持っていくことが多くなりました。高画質で綺麗な動画や写真を撮りたいんですよね。で、最近はジンバルを持っていくこともあるんです。ジンバルにカメラを乗せて撮影すると、手ブレを補正して滑らかにカメラを動かせることができるんです。こんな風にジンバルにカメラを乗せるとレンズはほとんどブレません。一応カメラ自体にも手ブレ補正機能はついていますが、ほとんどそれは役に立ちません。ジンバルを使った動画はこんな感じです。これ先週所沢の多聞院に行った時の映像の一部です。直進する時より旋回して撮る時の方がジンバルの効果がはっきり出ますよね。この時45分間ずっとカメラ回しっぱなしでしたので、さすがに腕がプルプルしてました。ジンバルを使うのは初心者のものですから、まあそれなりだと思いますが、どうですかね。まだまだ勉強しないといけないですね。やっぱり経験を積まないとダメなんですかね。どうすればうまくなるのか、ぜひベテランの方教えてください。ジンバルを持っていかないときは DJI ポケット2で動画撮影してます。 DJI ポケット2はカメラ自体にジンバルが搭載されているので、ほとんど手ブレはしません。 DJI ポケット2で撮影した動画はこんな感じです。 DJI ポケット2はバランスを取る必要がないので楽ですよね。ジンバルってカメラを乗せてからバランスを取るのが結構面倒なんです。で、ロードバイクに乗ってミラーレス一眼を持っていく方法としては、カメラにストラップをつけてたすき掛けにして持っていく方法や、リュックにカメラを入れて背負って持っていく方法なんかもありますけど、どちらも背中に背負うわけで、私は背中は開けときたいんですよね。それ用のストラップやリュックも持ってはいるんですけど、ほとんど使ってません。となると、そのミラーレス一眼を入れるためにどうしても大きなサドルバッグが必要で、結局 R250 のサドルバッグを使ってます。カメラを直接サドルバッグに入れるんではなくて、カメラをノースフェイスのカメラバッグに入れた状態でサドルバッグに収めてます。私が持っているミラーレス一眼はルミックス G99 とソニーの α7C なんですが、両方ともレンズフードをつけたままで、このノースフェイスのカメラバッグにぴったり入るんです。実は何ヶ月か前にオーストリッチのスマートイージーパックというのを買いましてね。これ R250 より大きくて7リットルで、インナーバッグも付属しているので、これはいいなと思ったんですけど、
カメラをノースフェイスのカメラバッグに入れた状態だと、オーストリッチのサドルバッグの口が狭くてギリ入るには入るんですが、出し入れが結構厄介なので結局一回も使わないままになっちゃってます。がっくり。ということで、今日はサイクリングに行くときにカメラをどうやって持っていくという動画でしたけど、どうだったでしょうか。私の場合、まだまだ勉強が必要だと思ってますが、最後までこんな動画をご視聴いただきまして本当ありがとうございました。もしこの動画良かったと思った方はグッドボタンを、それとチャンネル登録がまだの方はぜひ登録をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。